ソファーだけどね。ベッド派ですか、それとも敷布団派ですか。家事は敷布団派。お、おトゥーダルマありがとうございます。今私手振ってるんだけど見えてないね。手振ってます。なんかさ、ちょっと顔むくんでないよね。なんだろう、なんかもう一日終えた顔してるね。眠いんだ。ブスだね。ちょっと待って、もうちょっといい顔しよう。さすがに、さすがにもうちょっといい顔しようかな。配信しちゃうんだな。なんだかんだ言って配信しちゃうんだよね。迷ったよ今日やるか、どうしようかなって思ったけど、なんかやろう。あの天気の子を10分ぐらい見ました。今でやめて配信始めた。テレビついてる、やだ、あーテレビついてる、ごめんなさい、すいません、怒られちゃう。ペイ、あ、グミサプリか、ナイスナイス。グミサプリだ。忘れそう。続いてる。ちゃんと食べてる。続いてる。えらい。栄養について。家事一日に肉、魚、豆腐。どれぐらいだろう。今日は。お昼が豆腐でした。お肉は朝、味噌汁に入ってたのを食べたので、キッカさんの話題、キッカさんのショールームで私の話題が出た。え、マジですか、本当マジ、めっちゃびっくり、そんなことあるの。私のこと覚えててくれたんですね、吉川さん。吉川さんに会ってなさすぎて忘れたかと思って。夜ご飯はキャベツと、キャベツか、何食べたっけ、キャベツ食べました。くしゃみでそう、やばい、よし、やったー。なんか私が今ちょっと食事内容をちょっとヘロスイにしてるから、あんまりいつも通りじゃないけどね。いつもだったら朝昼晩しっかり割と食べるよ。でも今小麦粉あんま食べない方がいいのかなとか思ったりとか、あ、お茶ノーマのライブまでにちょっと体重落とさなきゃなとか。あ、家事をご飯に誘うとき LINE の登録名がわからんくて難儀した。え、やっぱり本当だったんだそれ。なんかツイッターに
吉川さんからなんか貝島の名前が分からなかったみたいなツイートをなんか通知が来た気がしたんですけど、あ、そうだ、さっき吉川さんから通知来てたなと思って見返したらそのツイートがなくなってて、夢だったのかなって思ってたんですよ。嬉しい。私なんかでいいんですか？ご飯誘っていただけるんですか？わー、吉川さんに誘われたら行こう。嬉しいですね。ありがたいですよね。私吉川さんとご飯って行ったことない？ないかな、ないかもしれない。どうだろう、ないか。ミュートはしてないです。来てないです。嬉しいね、ありがたいことですよね、本当に。火事です。どうも、ありがたいわ。すごい顔した。こんばんは。あ、はじめましての方だ。イエーイ、ありがとうございます。嬉しい。みどりちゃん、あやちゃんです。よかったら梶島屋を覚えていてくれると嬉しい。あ、フォローしてくださってる。わー、ありがとうございます。皆さんはどんな一日をお送りしましたか？今日もう水がなくなった。ほら、氷しか入ってない。入ってないの。水がない。嫌です。みんなの話を聞きたくなってきたな。どんな一日だったのかなみたいな。今日はね、特になんかこう秀でた話がないのよ、一日を通して。ない。離れコーデで登録したんだ。やった、やったーなのかな。私は多分吉川さんで登録してある。私ってやっぱちょっとご飯に誘いづらい系女らしいよね、やっぱり。なんでだろう。自宅警備だって。おー、いいね。私もそれやりたい。てかすごいとんでもない格好してるんだな私今。変だよ。リンドバーグさん、アップガスプラ配信参加したの。会社で晒された。マジマジやばいよ今。洋服ほらおかしすぎる。服ちょっと待って、一回私の服見てほしい。今日の服可愛いから、今日の服可愛いから見てほしいんだけど、昔すぎるよ。ちょっと一回見て。
私がこうお家に帰ってきて、うん、配信して、配信して、やばいやばい。今日の服こうなってんのよ。おかしいおかしい。本当はこうなのよ。こうで、ってことよ。で上脱いだらさ、こういうことよ。ことなのに今変だったよね。めっちゃおもろかったんだけど自分でも。まあ、どうなってた？こっちじゃない、こっちだ。なんかこうなんすよ。おかしいでしょ。ちょっと恥ずかしかった。ちょっと今気づいてよかった。ああもう寝る準備しよう。下ロングスカート的なって、あもうね、実はパジャマのズボン履いちゃったよね。私さもうお家ではすぐ部屋着に着替えたいの。そうなの。まだね、だからズボンだけ履いちゃったよね。もうほら入るしと思って、カッチリ襟。私本当に襟物が似合うらしい。だからさ、こう衣装さんとかさ、あの今日結構パキパキな服着てるんだけど、私服衣装の時とかめっちゃ襟選ばれる。うん、襟多いよね。私襟とタイトスカートめっちゃ多い。多いんだよ。そうで、あとダボっとしたワンピースとか。もういい。なんだろうね、骨格に合わせてなのかな。そればっかりだよね、うん、だからフレアスカートとか着たことないし、撫で方もあれだろうね。襟肩幅が狭いから、あんまり肩のあたりがバッて開いてる、空いてるというかこうなんて首周り空いてるとちょっと地味になっちゃうっぽいです。大きい襟のコートを、あまた今年も着るから、今年も着るから、まあ、コートはしばらく買わないって決めてるから、うん、3年ぐらい着たろうと思ってるからね。メイク落としていい？ここでカジノメイク落としですよ。全然顔変わっちゃうんじゃない？えい、襟が似合うというポジティブって、え、襟似合うことは私は結構いいことだと思ってる。そう、どうなんだろう、わかんないけど、ね、何でも似合う人にはなりたいけどね。どうしたら見せてやって、え、見せたい。肩幅狭いからさらに華麗に、あ、華奢に見えたりもしてそうって。あ、そうだね、確かに。私さ、肩幅狭くてさ、撫で方っていう、もう結構肩周りにボリュームを持たせたくなるような体つきしてるみたい。じゃん、じゃ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 んじゃんじゃ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 んじゃんじゃ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 。今日はそんなに目が動くないのでスルッと落ちます。多分ユニゾンラインの衣装が好きで、ああユニゾンラインのミュージックビデオの衣装はすごい好評だった思い出。めっちゃ好評だった。あれはもうああいうなんか ここの肩のピュッてピュッていうのがなんていうの、タンクトップ系、タンクトップ系、ああいうのもよく着るよね。私よく着るっていうか衣装に多いかも、私服衣装じゃなくて。デコルテ綺麗だって、うわー嬉しい。あの衣装はね、結構ちょっと前にフィッティングをしてから本番に臨んでたので、結構
そう。いっぱい来た。来たのよ、こう試行錯誤的な言う、そういう系。うん。私は帽子かぶるかぶらない問題とか出てたんだよ。なしでいきましょうとはなったんだけど、どう？え？やっぱかわい、すごい全然違うじゃん、見て。面白い。女の子の嘘と本当。女の子の嘘、女の子の嘘と本当。結構変わるね。すごいね。改めて見ると こうやって見ると余計に版画を ノーマル嘘と本当嘘と本当嘘しかなくなります。逆だ。真実はいつも一つということで。アイドルのオンとオフぐらいにしといてくれ。本当だよね。嘘本当って言って。言い方悪いわな。とんでもなく作り込む。私メイク1時間欲しいです。メイクは1時間かな。かわいいだってどっちが好きですかって言って、酷な質問しちゃった。嘘です。大丈夫大丈夫。でもね、1時間欲しい。そう、メイク1時間欲しい。髪の毛入れたら1時間15分欲しい。したら終わるかな。昔もうちょっと時間かかったけど、今は横道それずにメイクできるようになったので、そう、ちょっと早くなった。1時間って長いのかな。メイクするために1時間2時間前に起きる。いつも準備する。1時間で準備して、1時間でメイクして。長いか。そっか、そうだよね。男性の方とかって結構家早く出れちゃうか。マスクすると短縮できるんじゃって。あ、うちもそれ思ってた。マスクするから別に大丈夫かって思ってたんだけど、マスクするってなると余計にあれだ、あのメイクがよれないようにっていうことを考えたら余計時間かかるようになって、あ、そうなんだって思った。うん。シャワー含めて20分。あーだよね。髪の毛って乾かすのがすぐ終わるのってことなのかな。うん。男性の方って朝シャワー浴びません？多いですよね。うん、うちは浴びんよ。浴びてる日はないんだけど、女の子だからそうだね。夜朝シャワー浴びてから出る人多くないですか。なんかテレビで芸能人の方がなんかマネージャーさんが車で家に迎えに来る時になんかシャワーがなんだかって言ってて、朝入るんだって思って、よく耳にしません？テレビとか見てると。あと本田翼さんはマジでシャワー5分ぐらいで入って出てすぐ車に乗っていくらしいです。どっかで見ました。あ、もうこれもう目は落としました。だな、ちょっと残ってんな。でもこういうのは全部あの目はこうやって落とすんだけど、マスカラがねじゃ綺麗に落ちるんですよ、このリムーバーを使うと。なのでマスカラを落としちゃえばもうお風呂でジェルでくるくるくるってやれば全落ちになっちゃうんで、
最高なんですそういうこっちゃ。眉毛はもう全部、あとファンデーションとかも結構たっぷり塗ってるんで、これはキュレルのジェルメイク落としでお風呂で綺麗にこうツルツルピカンツルツルツルやって OK になるんですよ。ドライヤーつかなくて髪乾くっていいな。パックせえへんのしない、全然パックしないの私。あの大事な日の前日だけパック、パック高いんだよね。パック高いからさ、ミュージックビデオ撮影かなんだろうな、あと単独ライブかなと、あとなんか雑誌の撮影とかの前日は使います、パック。お粉あんま作ってなそうだって。あーそっか、あね、うん、私でも結構あの今なんていうの、ツヤ肌メイクみたいなのとかさ、こうあるじゃないですか、いろいろいろな時代があるんでぐる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 回っているからあれだけど、私は常にマット肌、マット肌、常にマット肌女ですね。テカリとかがに苦手だし、ベタつきとかも苦手で、もうパフパフにお粉をね顔にまぶしてツヤを出したい時はラメのハイライトで鼻とか嘘のツヤを出してます。前のパック期限切れだってめっちゃ大事に使ってる、まだ使ってる。なんかもう大事な時に取っておくために廃盤になっちゃったんですよ、私が使ってたやつが。だからねめっちゃ大切に使ってる。でもなんかキュレルのパックが出て、それを高いのよ、だからあんまり買えないけど買って使ったりしてます。辻さんメイク見てみたい、あまたみたいなって嬉しい、嬉しい、やってほしいな、うん、マットくん肌なら、マットくんそうね。明日はもうとりあえずリハーサルです。あ、やばい、今新曲歌いそうになった。ってかもうちょっと歌ったよ今。ベースがもう完全に新曲のベース、あーもうここまで聞いて多分ねこの曲を知ってるメンバーとか分かっちゃうね。ベース、あーここまで言ってももう分かっちゃう。これイントロです。あ、マジで歌いたい。ダメダメダメ、歌っちゃダメダメ、歌っちゃいそうだよ。お気に入りの曲になりそう。あーでもみんなが好きになってほしい。多分分かる人には分かっちゃう、メンバーとか。多分これをベースってところを覚えといて、新曲をみんなが聴いた時にあってなるよ多分、うん、私音を正確に発することができるのでそういうところだけはできるんだよそれはなんかね歌唱力に反映したいところなんですけど、ベースはカジパート、あ違う、これイントロ、イントロのね、なんだろう、だからさ、インス、あのなんていうの、バックの音っていうの、インストとかのなんていうの、メロディーとかじゃないところの音を口で表現するのが私は好きなのそういうのあるんです。ケンタ君、おでこニキビあるよ。あるある、これでしょ。私ね、おでこニキビめっちゃできちゃうのよ、ほら。なんならこれ1個じゃないかんね、もう隣にもう1個あるから、ほら、1、2、
なんかね、おでこニキビがね、もうずっとあるんだよ。あんま見せたらダメなのかな。いや、まだ、まあ、まあでも、これもな、治りかけだから。言うても結構あってさ、これでも治った方なんだよね。どう？こたちゃん。こたちゃんどう？かわいい。あ、でもね、この、あ、治ったかな？こうわかるかな？ここも、ほっぺに決まりましたっていう。事実。どこニキビが好き？好きじゃないか。じゃあどこのニキビが嫌いっていう話。やっぱ私永遠に毎日ニキビある気がする。もうダメなんだよね。もうアトピーだからさ、もうヘアスプレーとかしたらもう一生治らんよね一生治らんよね、ニキビ。鼻のヘリは辛い。わかる。鼻周りのニキビめっちゃ嫌いかも。わかる。鼻周りはやだね。でもうちが一番嫌いなのはここかな。ここら辺にニキビができ、あ、ここに一回、この間ここに一個ニキビできた時はもう本当に最悪だった。この顎、ほっぺ、おでこっていうのは常連客だから、まあ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 みたいなところあるのよ。本当アイドルっていう職業やってるから、ニキビなんかできたらさ、なんかもう、あ、これはもう自分の食生活だったり日々の日常生活でできてしまったっていう、こう自己管理能力が低かったなって思うけど、おでこ、ほっぺ、顎はまあ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 しょうがない人間やしって思えるのよ。ただこの口の上とかにできた時、いやもうちょっと本当にごめんなさいって思いながらライブ出る。結構ストレスか悩みあるのかなって。うわ優しいな。いや全然私多分お肌がめちゃくちゃ弱くてアトピー性皮膚炎なんですよ。だから基本的に小麦を食べたらダメ、ヘアスプレーダメみたいなところなのよね。で、まあ私のこの長年に23年生きた中で、まあ、化粧品みたいなのは相当な数を試したので、今使ってる化粧品でもちろん肌が荒れちゃうこともあるけど、一番ベストを今尽くしてる段階だと思うので、多分一番やばいなって言うのはヘアスプレーと小麦粉。もうこれが私にとってはストレスっていうか、こうアトピー的には悪いからニキビできちゃうんだよね。できちゃうんだよね。そうだから甘いものブワーって食べたりとか、すごい食生活ブワーって悪いっていうよりも小麦粉ブワーって食べた時の方が一番出る。メイクしないがついたら治りそうじゃん。私もそれ思ってメイクねしない日とかねブワーって作ったのよ。でもちろんお肌のね調子もね良くなる時あるんだけど、やっぱ小麦食べたらダメだね。メイク毎日してて小麦抜くのと、メイクしないで小麦粉食べるだと、やっぱメイクしてて小麦粉食べない方が肌が良くなったね。だから結局は小麦粉ですね。なんか好きなんですよ。だってラーメン、パンもう大好きだからね、そこがね、クッキーも最近好きだしね、ちょっとそこがねちょっとあれなんだけど、まあでもね、まあ食べないのガッとストレスになってしまうので、だから今日とか小麦粉食べてないんじゃないかな。食べてない、多分今日自炊だったので割と自炊だったから食べてないよ。今日白いご飯食べた。朝ご飯白いご飯とお味噌汁自分で作って食べました。お昼納豆とキムチと豆腐食べました。夜ご飯キャベツ。今日はノー小麦達成。ノー小麦。白米大丈夫だね。麦は大丈夫なのかな。麦じゃない、米。米は大丈夫なのかな。米粉パン買った、この間パン食べたくて。でもしばらくパン食べてないのよ。そうで、米粉パンを買いました。パン食べたくて。夜ご飯キャベツってどうなんだ
って、なんかおひ、なんだろう、なんかお昼が遅かったんだよね。そうそう、だから家出る前3時ぐらいに豆腐たちを食べたので、そこまでお腹が空いていなかった。もっとやっぱりみんなにおすすめしたいのは炭酸水です。炭酸水をガブ飲みするとお腹がいっぱいになります。うん、ノー小麦粉ってことはグラビアが近いです。うわー、グラビアの仕事全然来ないんだけど、一回も電話ならん誰もオファーくれんだから誰もオファー来なかったですよ。あらら、炭酸推しだって。炭酸いいよね、大好きです。それは二酸化炭素がお腹に溜まってるだけ。まあね、最近ババババンビさんの告知めっちゃ、広告か、広告めっちゃ流れてきて可愛すぎて、ちょっとどうしたらいいからね、いつもいいね押しちゃう。カジュのスタイルめっちゃ憧れて。え、本当ですか、嬉しいよ。味噌汁全部食べちゃったよ、もう朝もう全部、あ、少ないぐらいでした。米粉パンって米さん、小麦粉入っとるやんって。いや全然小麦粉入ってんのそっか、私はその 2日ぐらい前に食べた米粉パンは小麦入りでしたね、完全に。グラビアって言うとバンビさんだね。わかる。カジ島はあれなのかな、骨格ナチュラル合ってる、なんかこの間メンバーに教えてもらった、骨格ナチュラル、特徴は腕が長いことです。はい、あとちょっと色黒なのがちょっと気にしてるかな。足は別に特別長い方でもないし、なんかすごいグラマラスな体型でも別にはないので、あ、ちょっとだけ悩みなのはお尻がちっちゃすぎちゃって、なんかストンってなっちゃうことこれは結構よく着るときに、あーあーってなるときはありますかな。腕が、でも腕がすごい長いからスタイルいいねってこう言ってもらえることはあったりするかもね。ありがとうございます。あ、なれまアイドル大将さんだ、カジ島です、ありがとうございます。手足長くてスラッとしたイメージって、わーよかった。足はやっぱりうちのメンバーには森永ニーナさんがいるんで、足が長いって言ったらやっぱ森ちゃんだけど、腕が長いのは私でありたい。スクワットってなんだろう、スクワット、あ、ちょっと鍛えるみたいな。でもまたジム通ってるんでちょっと筋肉質かもしれない。うん、梶山さんガチでスタイルいいですか。あ、本当ですか、めっちゃ嬉しいです。あのグラビアの仕事が全く来ないんですけど、どうしたらいいですかねあの一回もオファーとか来たことないんですよね。ちょっとどうしましょう。あー来ないですね、電話もならん、オファーも来ないみたいな感じで、ちょっと残念ですね。写真映えする、あ、本当ですか、あ、嬉しいです。あ、なんか本当に大人になってからちょっとずつ言われることが増えました、スタイルいいねみたいな。着る服も変わってきたのかなとか、衣装もねお金かけてもらえるようになってきたからかなとかいろいろ思っております。うん、いやでもなんかグラビアのお仕事来たらなんかもう最初はちょっとなんか、いや自信がなさすぎて、なんかもうグラビアの仕事来てもなって、撮影があんま得意じゃなかったんで、あーこれもうだグラビアの仕事来たら私できないよとか思ってたけど、なんかみんながすっごいなんかすごいなんかグラビア頑張れみたいな感じで言ってくれる人がちょいちょいちらほらいらっしゃったりとかするから、やっぱり私はまざまざ精神なので、もうお仕事お待ちしてますって感じですけど、来ないです来ないんですよ、来ないんだって、本当に
来ないのよ、来ないんだもん、来ないのさ、うん、あーでもそうかもしれない、洋服が似合うスタイルの良さ、あーこれは嬉しい、でやっぱ洋服着ていこう、いっぱいいっぱい着ていこう、洋服、顔というよりもなんか頑張ってこういろいろ自分の強みみたいなの、ね、頑張りましょう。頑張ります。でもなんか嬉しいです、3人でいただけて頑張ります。はい、体型維持だけはしておきます、本当に。でも来ないんだってば、仕事が来ないの本当に来ないんだってば。そうなんですよ、うん、モネの仕事すごい好きで、うわありがとうございます、嬉しいや。みんながさ、私がお仕事やりやすいようにめっちゃ盛り上げてくれるよね、ありがとう。川で決めると高校生って、あ、本当ですか、嬉しい、若々しいですか、やった、めっちゃ上に見られるんですよ私だから嬉しいや、うん、アートユリだって嬉しい。ちょっとでも洋服をめちゃめちゃ綺麗に着こなせるように頑張ります。そうだね、うん、ステージ映え、うわ嬉しい、嬉しいです。でもなんか配信をこうやって毎日やってると顔しか見えないことが多いから、初めてライブ来ましたって方とかに、あの身長高いですねとか、なんか生で見るとやっぱりスラッとしてて素敵ですみたいな言ってもらえることがあるのよ。そういう時ってなんかすっごく嬉しくて、よし絶対に太らないようにしようって思います。私ほっとくとめっちゃ太るからね、そう一回失敗してるから、ちょっと しっかりしていきたいと思います、はい、おっと佐々木穂香さん、年変わらないと思ってた、うわー嬉しい、まだまだ若くいますよ、あの無邪気さだったら負けないよ。おでこ調子悪いだって、あニキビ、だらーん、見せます、これ、これ以上気になってんの、みんながみんなあんまコンシーラーで今日隠してないのよ、まあ、前髪で隠せないからね、あんまり。そうなのよ、チームしょうもない、いや実年齢より若く見るようになった、ついに太りやすい、うん、多分私あんまり食べる量が多くないんですよね基本、だから食べたらちゃんと太るんですよね、食べる量が少ないからそんなにこうブク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 ってなってしないけど、ちゃんと食べたら太りますよっていう感じそうだね。ファミ通さんのグラビアのお仕事、うわー、ファミ通さんはあの先輩の荒井真奈美パイセンの映り込みをしたことあるんですけど、就職だから食べないのかなって、うん、すごいのかいっぱいなっちゃうんだよね、キャパが狭いんです、でも食べれるときすっごい食べれるんですよね、めっちゃ波があります、困っちゃうね困っちゃうね、そうなんですよ。おってことで結構ヘラヘラしてたら12時になっちゃうね。アイドル現場初体験が勝ちしてくれるんですか、スタイル良くて感動してるって言ったー、いやめっちゃ嬉しい、なんか君の人生に刻んでもらえた気がして嬉しいです、ありがとう、やったね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 ねね、じゃあそれでは皆さんも早く寝ましょう、手を拝借、せーの。
以上です。またお会いしましょう。ありがとうございました。またね、バイバイ。おやすみあとぅ、寝るよ、バイバイ。味噌汁全部飲みました。なんか余裕だった。じゃあねー。